12月12日1日の取引を終えました。今日の日経平均株価は先週末に比べて158円66銭高の 19,155 円03銭、終値ベースで 19,000 円台に乗せて取引を終えています。この水準は昨年の大納会12月30日の終値 19,033 円を上回りました。その結果、今年1年間でも日経平均はプラスに転じたということになります。先週末の海外マーケットで、特にアメリカ、ニューヨークダウおよびナスダックなど主要指数が揃って連日で最高値を更新して戻ってきました。これを受けて東京市場でも朝方からリスク先行の動きが顕著になりまして、幅広い銘柄に買い注文が先行しました。さらにリスク先行の流れの中で為替相場が円安に触れました。1ドル115円台半ばまで円安ドル高が進んだということも東京市場の資金流入を促した格好です。値上がり銘柄数、東証一部で1119、値下がりが773ということで、全体の中でも値上がりがだいぶ値上がりを上回っております。もっとも日経平均160円近く上げたということですから、もう少し全体のバランスから言うと値上がりが多くても良かったかもしれません。中身見ますと、大型株指数がプラス4ポイント、中型株指数がプラス10ポイント、小型株指数はプラス9ポイントということでして、今日は大型株よりもむしろ中型株、小型株、中小型株が買われたという一日だったということも言えるかと思います。さらに株高を促した大きな要因として原油安効果というのも大きかったと思います。お休み中、週末のオペックおよびロシアなどの閣僚会合が行われて、この場で減産の合意が成立しました。それを受けて WTI 原油先物の時間外取引で1バレル54ドル台まで一時原油が上昇する場面があって、これが世界的なリスク先行の流れをさらに加速させたという側面があったと思います。結果として海外勢の買いが途切れずに日経平均は堅調に推移しました。途中前引けから5番寄りにかけてやや上げ幅縮める場面もありましたが、その後5番に引けにかけてさらに買い直されてしっかりした1日ということが言えると思います。それと今日の特徴としては業種別指数ですね、これが非常に特徴的な動きとして挙げられます。トピックスの業種別指数見ますと、値上がり率ランキング1位が食料品、2位が水産、3位がサービス、以下小売、医薬品、陸運、情報通信、電気ガス、空運などが入っていました。こういった銘柄群、セクターはトランプラリー以降の全般の上昇相場の中で比較的物色の圏外に置かれていた、いわゆるディフェンシブ銘柄という位置づけでして、これらがずっと人気の圏外にあった反面、逆に今日の下落率ランキングの上位を見ますと、海運、証券、鉄鋼、銀行、金属、汽鉄、卸売、いわゆる総合商社などが下落率のランキング上位、つまり下げが大きかったということでして、こういった銘柄群は逆にトランプラリーの中で景気敏感株として大きく水準訂正、買い上げられてきた銘柄群でもあります。つまり今日の1日の特徴として、これまで物色の圏外に置かれていたディフェンシブ銘柄が一気に水準訂正した反面で、ずっと買い上げられてきた景気敏感株、市況関連株などが軟調だったというのが非常に大きな特徴として挙げられます。つまり資金の循環が効いてきている、全般の底上げ相場が今日も大きく続いているということが一つの特徴だったということが言えるのではないでしょうか。以上、大引けの情報、東証アローズからお伝えしました。